はいどうも、MK2 のまっちゃんでございます。というわけで、9月4日発売の乃木坂46、24枚目シングルのね、タイトルが決定いたしましたはい、というわけでタイトルは、夜明けまで強がらなくてもいいでございます。はい、まあ今回もね、CD のみのタイプも合わせると、5タイプでの、販売っていう感じですかね。まあ収録内容とかに関してはね、今後、徐々に解禁になっていくのかなっていうふうに思いますけども、カップリングにはね、高校生クイズ2019のテーマソングですかね、僕の思い込みの収録が決定しているということで、あとはね、ドキュメンタリー映画の主題歌、僕のこと知ってるっていう曲ありましたけど、まあ、あれも収録になるのかなっていうところですよね。映画見ましたけど、あの主題歌結構いい曲だなっていうふうに思ってるんで、まあ早くね、こうしっかりフルで、聞き込みたいなっていうのもあるので、収録されるといいですよね。もう、なんなら、8月に入ってしまうんで、まあ、それこそ発売日まであと1ヶ月ぐらいですか。うん、どんどん音源だったりとか MV もね、解禁になっていくと思うんで、まあその辺今後要チェックなのかなというふうに思いますよね。今回の夜明けまで強がらなくてもいいということで、今回ね、センターがガラッと変わってね、4期生遠藤さくらさんということになるんでね、まあ、その辺も含めて、まあ、MV どんな感じになるのか、楽曲どんな感じになるのか、あとは、ね、しっかりこう、テレビとしてパフォーマンスするのが楽しみですよね。どんな感じのフォーメーションでとかっていうところもあると思うんで、その辺もなんかこう、そういうの考えるだけでワクワクしてくるというかね、また情報が入り次第動画にしていこうかなっていうふうに思っているので、まあそちらもね、ぜひ動画が上がった際には見ていただければなというふうに思っております。まあタイトルとね、あとカップリングしか決まってないっていう状態なのでね、まあただあと1ヶ月ということですぐにね、いろいろ情報解禁がどんどん出てくると思うので、そちらを、待ちたいなというふうに思っております。はい。というわけで今回は24枚目シングルタイトル決定という動画でございました。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、まっちゃんでした。